レイク・ォンはアメリカ合衆国ニューヨーク州ブルックリン出身のラッパー、ヒップホップアーティスト、ウータン・クランの一員、ジーニアスことジザやゴースト・フェイス・キラと共演で作品を発表してきた。1995年に初のソロアルバムオンリー・ビルト・フォー・キューバン・リンクスを発表し、ウータン・クランと並行してソロ活動でも知られている。レイク・ォンとゴースト・フェイス。 キラ・レイク・ウォンは、ゴースト・フェイス・キラと同じスタテン・アイランドの中学校に、通う。その後、ニュードープ高校に通い、レメリー、メソッドマン、インスペクター・デックと親しくなった。1992年に、ニューヨークのヒップホップグループ、ウータン・クランに加入する。その前は、シャー・レーダーというラップネームで活動していた。彼は、レイク・ウォン・ザ・シェフという名の他に、シャラ・レイク・ウォン。 ルイスリッチ、レックスダイヤモンズという別名で活動していた。ウータンクランは1993年にアルバム、エンターザ・ウータンでデビューする。1995年にはソロデビューアルバム、オンリー、ビルト・フォー・キューバン・リンクスを発表した。ピッチフォークフェスティバルに出演する、レイク・ウン・レイク・ウォンは2009年にイスラム教に改修したムスリムである。著書、ウータンマニュアルの中で、 リッツァは、レイク・ウォンが実際に料理人として働いたことがある。ことから、シェフというあだ名が付けられていると語っている。ただし、彼が料理するのはコカインだという噂もある。この話は、ゴースト・フェイス、キラのアルバム、フィッシュ・スケールに、彼が鼻から麻薬を吸う写真が添えられていたことで、より根強いものとなった。スタジオアルバム、ありがとうございます。